町のパン屋の働き方改革及び DX 対応について今井パン合同会社、代表今井陽介です。よろしくお願いいたします。会社概要、今井パン合同会社、法人名、今井パン合同会社、事業内容、パン、ケーキ、焼き菓子の製造販売、設立2012年11月、従業員数28名、那覇市に3店舗のパンとお菓子のお店を構えております。創業事業経緯、2012年、那覇市マージ本店で開業。2015年、焼き菓子の新商品開発、琉球世界遺産スイーツ。沖縄県産業振興公社売れるか支援事業を活用して開発しました。2017年、2店舗目の古島店の開店。2019年、個人事業主から合同会社へ。2020年、デパート流坊の催事へ定期出店。2021年、琉球世界遺産式内園、王朝食パン店開店。製パン業界と今井パンの状況、製パン業界の実情と今井パンの課題対策、製パン業界の実情、薄利多売のビジネスモデル、沖縄でも状況は同じで、今井パンの課題対策としまして、利益率の高い商品開発が必要とされております。新規参入の急増による競争激化、人気のパン屋の進出、今井パンの認知度向上が必要とされております。大手コンビニとの客の奪い合い、脅威のコンビニスイーツ、これも今井パンの認知度向上が必要とされております。原材料や人件費など固定費の急増、沖縄でも状況は同じで、内部効率化と値上げ検討が必要とされております。長時間労働による体調不良、昨年はまさにこれで、働き方改革の推進が必要とされております。後継者不足、その前に定着率向上が課題とされ、働き方改革の推進が促されております。経営業務課題の解決に向けて、利益率の高い商品開発、これまでも那覇商工会議所、よろず支援拠点、沖縄県産業公社などの中小企業支援機関に相談していました。そんな中、2015年に公社の補助事業に採択され、比較的日持ちが良く、利益率の高い新商品、琉球世界遺産スイーツ、シリーズの開発ができました。今井パンの認知度向上としまして、沖縄でも近年、高級食パンの全国ブランド、野上、晴れパン、銀座西川が大手チェーン、コメダコーヒーなどが進出、大手コンビニ3社も季節のスイーツなど、矢継ぎ早に展開しています。そんな中、那覇市の外れに位置する当社も認知度向上策を実施中。ホームページ、ブログ、Facebook、インスタを活用しております。今井パンの認知度向上、新商品の開発、デパート流坊への催事出店、世界遺産式内園の出店ができました。内部効率化と値上げ検討、クラウドシステム活用、原材料や人件費など固定費の急増により売上が向上してもスタッフ全員が常に忙しい状態になり利益が出ない構造に直面しました。特にスタッフが増えるたびに給与支払い事務などエクセル管理に限界がきました。また値上げ検討のために商品ごとの売上状況を把握したいと思っておりました。解決策として支援機関と相談し、下記システムの導入を推進しました。働き方改革の推進。
パン業界では珍しいことではないで、せっかく育った職人スタッフが独立を希望して退職。また、バイトスタッフも長続きしないなど、人材の確保に苦労するとともに、求人採用にコストがかかっていました。内部のコミュニケーションが不足しており、後戻り工数やスタッフのモチベーション低下に影響していました。ファシリテーターを招いて、働き方改革、見える化等を推進しました。これが行ったことです。IT クラウドの活用状況、IT クラウドシステムの導入時期。古島店エアレジ2017年導入。マージ本店エアレジ2019年導入。コミュニケーション、LINE チャットワーク2019年活用。チャットワークは税理士事務所との連携に活用しております。全店、勤怠管理、キングオブタイム、2019年導入、IT 導入補助金を活用しております。マージ本店、MF クラウド、給与を、2019年導入、マージ本店、MF クラウド、会計を2019年に導入しております。式内円売店、エアレジを2021年に、導入しています。IT クラウドシステムの導入効果、エアレジを導入しまして売上管理、代表が自宅にいても売上仕入れ検討が可能になりました。釣り線確認、釣り線の状況確認がいつでもどこでも可能になりました。商品管理、売上データで商品ごとの売れ筋、死に筋商品が把握でき、廃盤商品や値上げ商品の選定に活用できました。新商品開発、商品別売上データの ABC 分析で来店客の購入傾向が把握でき、新商品開発のヒントとしています。勤怠管理、タイムカードを廃止、iPad 入力から直接給与管理へ、給与管理、税理士事務所に依頼し、直接財務会計へ。財務会計、銀行口座連動や自動仕分けなどクラウド処理ができるようになりました。町のパン屋の DX 活用、商品別売上 ABC 分析活用。エアレジを導入しまして、廃盤、値上げ商品や新商品開発などの経営判断に活用できております。町のパン屋の DX 活用、年別、月別、日別、曜日別の売上情報や来店客情報で季節ごと商品やイベントへ参画、店舗別のスタッフ配置などの経営判断に活用しております。導入効果としまして、残業時間が平均2時間ほど削減、帰宅時間が早くなりました。特に社長、店長の残業減に貢献。見える化でスタッフ意識が向上。在庫チェックで機械ロスが減少しました。今後の予定、IT クラウドを活用し、さらなる改善へ。売上管理課の来店客データ分析によるシフトスタッフの適正化、キングオブタイムの活用。LINE グループとの連携、シフト計画作成のための代表・店長工数の削減、省力化・効率化、給与明細のペーパーレス化、給与システムから PDF データの提供、業務マニュアルの整備、いつでも見れるようにクラウド化、新人の早期戦力化、ベテランの活性化、新人がマニュアルを更新できるようにしたいです。コミュニケーション強化のためのアレクサ活用、マージ本店、古島店に導入済みですが、まだ音楽再生専用となっております。働きやすい、辞めない町のパン屋さんへ、まだまだ改革していきます。以上です。ご清聴ありがとうございました。